今、私は人生で最も危険な撮影に挑もうとしていた。今ホースシューベントにいよいよ向かっております。いやチキンめっちゃうまかった。マジうまかった。眠いもんすごい今。どうしようほんとって感じですけど、なんかこっからホースシューベントが10分ぐらいなんですって。でなんかいきなり出てくるって言ったらそんな距離にあるんだってちょっとびっくりしましたけど、まあ、いよいよ最後の撮影に臨みます。おお、こんな感じなんだね。こっから歩いてってホースシューベントに行くんだって。15分ぐらい歩くらしい。とりあえずまあロケハンがてら明るいうちに地面を見ておこうかなと思いますけど、やっぱ昼間は多いね、結構人が。ずっとこの道を進んでいくみたい。衝撃の事実というか、朝までねタイムラプス回したいなと思ったんですよ。オーバーナイトダメって書いてあったんだよね。だからいやね、後で何か言われるのも嫌なんでね、とりあえず、まあ、11時ぐらいで撮影は終えて、朝方まで別のところでちょっと撮影行こうかなみたいにプランを変更しようと思います。これ相当でかいね、規模感が。あそこがゴールみたい。なんかこっちの方にも登ってる人いるけど、ちょっとなんか写真しか見たことなかったけど、だいぶでかいねこれね。はい、到着。あーこれはでかいな。着いたよ。うわこれはでけえや、すごっ。今これね11ミリだから画角16ミリですね。これはでかいね。うわこれ肉眼の感動が伝わらないね、すげえや。あそこにキャンプしてる人いるんだけど、ボートで行くんだ。すげえつわもの。じゃあ撮ったらあそこチラチラ光入るんだね多分ね。ふぅ、あ、いやークレイジー。ベリーデンジャース。あ、ここ危ないじゃん。あ、ここ落ちたら一巻の終わりだねこれね。うわ怖い怖い怖い。いやー参ったな。オーバーナイトできると思ったからね、オーバーナイトできると思ったんで、12時過ぎたら結構西に天の川傾くんでいいかなと思ったんだけど、オーバーナイトがダメとなるとちょっとね、天の川と絡めるのが難しいかもしれないですね。なるべく今南西から天の川スタートするので、ホースシューベントの南西側に今移動してるんですけど、手すりがないから機材落としたりとか自分落としたりとかしないようにしないといけないね。すごいとか、あ、上に行くんだ。それはありだね、確かに。今、うん、今どっか撮れるとこないかな探したんですけど、
まあ、なんとかできるところ見つけて、まあ、完璧じゃないにしろ、ホースシューベンドで撮ったっていうのは、わかる感じかなっていう。うん、だね。はい、これほんと夜とか、帰るときとかマジ気をつけないとね。うん、でそこでだから、狙ってみようと思いますわ。せっかく来たんでね。やっぱここでも、やっぱサンライズの方が相性がいいんで、ヴィーナスベルトが落ちてくんだよね、これね。それがちょっと取れないのは残念だけど、まあできることをやりましょう。まずはしっかりと取ることですね。窓口に行って一応ね、何時まで取っていいかって聞いてみたんですよ。やっぱり朝まで取りたいから。私やっぱダメだっていう話で、一応あの10時まではいいと。そこからはまあ入れなくて、出てほしくて、朝5時にまたオープンするから、あ、サンライズを取りたかったら再入場してねというような感じでね。まあしょうがないよね。自分もプロでやってるから、この辺のルール守って撮影しないといけないからさ。みんなも撮影するときはちゃんとこれ守ってね。10時まででございます。まあちょっとぐらいオーバーするならいいけどっていう話だと思ったんだけどね。うん、基本的には10時ってことでした。まあ最善を尽くしましょう。結構歩いてきました。結局この木が見てきたんですけど、この木が目印。ここから狙えば後ろに山の方が来ます。もう日の出は間に合わなかったんだけど、やることはやらないとね。このために来たんだから。めっちゃ怖い。すごいとこに今三脚設置してますけど、絶対ミスれないよ、これは。絶対ミスれない。まず、OK。ピント。OK。記録形式。いけ。撮影開始しました。すごい。これ、ちょっと、スマートフォン落とさないようにしなきゃ。うわぁ、すごいよ。ここ、あっちが展望台なんです。本当はあっちが展望台で。頼むよ、Z9。ちょっと声が震えるね。もう一台設置しました。こっちは、GFX100S。GTRT の 11mm の 2.8 をつけてますね。で、タイムラプスプラスビューで今、露出ランピングをさせているところです。マジで頼むよ。三脚は2本しか持ってきたいので、とりあえずこれで終わりです。あとは、待つだけ。今日は一応、風も吹かない予報なんで、大丈夫かとは思うんですけど。帰り気をつけない。これ、撤収するときも一回、これをこう、こっちに持ってきてから担げるっていう風にして、現地で、あんなんだもんね。こんなんだもんね、現地ではやんないようにしないと。頼むよ。俺、縁 2.8 にしたよな、こっち。したよな、確かな。してたと思う。今ならまだ間に合うかな。確認しようかな。いや、信じよう。大丈夫だと思う。大丈夫だと思う。白明光線。白明光線があったよ。これピーって出るやつで。これ反対側に出ると反白明光線って言うんだけど、パッチリ映ってんな。これもね、結構タイムラプス的にはこいつが動くんでいい演出になるんだよね。もうあとは機材をこうじゅんぐりちゃんと動いてるかなって確認しながらやっていくだけですね。なんか暗めに行くな。大丈夫かな。まあ、GFX だから、後で持ち上げれるか。いや、2.8 かどうかちょっと気になったんで、触ってみようと思います。ニコンのカメラはね、一応ね、今まだインターバルタイムが、シャッタースピードがまだ短いので、大丈夫、2.8 だ。よかった。
次のシャッターが来る前であればカメラ触っても大丈夫なんですよね。設定変更もできるんですよ。だから途中から設定変更もできます。大丈夫だね。 2.8 だ、よかった。風出てきたよ今ね。これちょっとよく見えないと思うんですけど、三脚の足に使ってないレンズと、なんだろうこれ、モバイルバッテリーを今袋に入れてくくりつけてですね、三脚倒れないように持ってかれないように一応したんですけど、突風がねピュッと吹かないことを願いますけど、めっちゃ護衛頼むって。今ね時間は20時28分で、全然何も見えないと思いますけど、あの天の川がもう目視で見えてる感じです。あれ星なんか流れてんだけど、あれ、あ、飛行機じゃん。なんだよもう流れてねえじゃん。ムカつくわ、やめて。カメラが1個余ってたんですよ、 Z7 が。三脚ないからどうしようかなと思ったんですよ。これちょっと面白いと思ってた。レンズフードをね、レンズフードをこうやって立てかけて上に向けて、これでね水平、ほぼ水平でんだよね。これちょっとシャッター切りますよ。ほらほら、バッチリ。ああ風強くなってきた。やめて。今ね GFX が何かじゃんけど止まってて、今何回インターバルタイマー撮影開始しても止まるから、なんか再起動っていうか電源一回オフしてオンしたらまた走り始めたんですけど、こいつ一回止まったわ、マジで。何なのよ、頼むって。なんかこんな時にかけてこういうこと起こるよね。ちょっと真っ暗なスタートで音声だけで申し訳ないですけど、ホースシューベントの撮影が終わってですね、一応戻ってきたんですけど、まだすごい晴れてるのでもうちょっとやってくみたいな話になってですね、昼間のうちにロケハンした石の塔のとこ、ちょっと名前出てこないですけど、そこに行っちゃうかって話になって、まあ昼間にロケハンしたからまあ行けんじゃないかっていうことで、また行ってくることにしました。もうちょっと続きを撮影してきて来たいと思っています。でね、なんか、やっぱ友人も言ってたんですけど、やっぱ国立公園は舐めない方がいいと、道に迷ったり、帰ってこれない可能性もあるということで、まあ、帰ってこれなくなったら最悪朝までいてね、どうせ朝まで撮影するから明るくなってから帰ってくればいいと思うんですけど、とりあえず無事に現地にたどり着けるようにですね、注意していきたいと思います。一応溝に沿っていけば行けると思うんですけどね。撮影旅はもう終わりかと思いきや、もうちょっと続くみたいですね。嬉しいです。Thank you.
こうかな。はい、というわけで戻ってきました。あっつ。今日は終了と、今朝を迎えました。あと2日あるんですけど、帰るだけで、こっからロサンゼルスまで車で10時間ぐらいかかる、10時間以上かかるとかな。うん、すごい遠いんですよ。だから、こっからはね、私も、そのガイドの方も疲れてるので、ちょっと休みながら帰ろうっていう話ですね。なので、撮影は一応これで全行程終了ということには一応形式上なります。やっとこう、なんていうか、アメリカの街並みとかの仕組みというかね、そういうセオリー的なことも慣れてきて、このアメリカの気候も大体分かってきたところで、まあ、日本に帰るわけですけども、まあ、この旅のね、なんていうか、撮った写真だとか動画とか、あと、こんなことを経験しましたよっていうのは、後日、あっち村で、私のファンミーティングなんで、その時にね、皆さんにお話ししたいなと思っています。はい。じゃあ、まあ、ただ、あとは帰るだけなんで、この Vlog もここまでにしようかな。これが最後にしようかなと思います。それではですね、今回の旅で一回り成長した私を見せられるようにですね、今後も頑張りたいと思いますんで、皆さんまたぜひ遊びに来てください。それでは、この動画は、ここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。次は日本でね、お会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。